赤井高美は、日本のイラストレーター、ゲームクリエイター、プロデューサー。米子ガイナックス株式会社所属。有限会社ナインライブス代表、株式会社ガイナックス取締役などを歴任した。イラストレーターとして活動すると同時に、原案、キャラクターデザインなどを手掛けるゲームクリエイターとしても、活動するなど、多彩な分野で活躍している。赤井自身は、 自らの職業について、イラストレーター、企画プロデューサーと表現している。大半フィルムのメンバーらと共に、ガイナックスの立ち上げに参加した。1991年、監督、脚本、キャラクターデザインを務めたプリンセスメーカーを発表し、美少女シミュレーションというジャンルを確立したと評された。その後、自身の会社、ナインダイブスを立ち上げて活動していたが、 2001年、ガイナックスに取締役として復帰した。2007年、ガイナックスの取締役を退任した。鳥取県米子市出身。鳥取県立会高等学校卒業。大阪芸術大学芸術学部、映像計画学科在学中、同じ学部に在籍していた、山賀博之、安野秀明と知り合う。また、島本和彦や南雅彦も、 大学の同期生にあたる。大阪芸術大学在学中に山が安野と制作した第20回日本 SF 大会のオープニングアニメーションのキャラクターデザインを担当。後に大半法のオープニングアニメーションにも携わり、これらを制作した大半フィルムのメンバーと共にアニメーション制作会社であるガイナックスを立ち上げる。アニメや 特撮の活動が中心になったため、大学は卒業せず中退している。自主制作フィルム、帰ってきたウルトラマンでは、特技監督を務め、ペーパークラフトの効果的な使用やカメラワークの工夫で、後年につぶらやプロから許可を得た上で、DVD 化されるほどの特撮シーンを作り上げた。1994年、ガイナックスから独立し、自身の会社として、 ナインライブスを立ち上げ、その代表に就任した。しかし、2001年、ガイナックスに取締役として復帰した。その後、ナインライブスは休業状態となり、同社の商品の販売や公式ウェブサイトの運営は、ガイナックスが代行した。2007年4月4日、ミクシーにて、2チャンネルアニメイタの、天元突破グレンラガムを批判するスレッドを読んで、憤慨し、 気持たしねと発言をしたガイナックス女性社員の日記に、そんなのまともに読むのは、肛門に顔近づけて、深呼吸するようなもんですという趣旨のコメントをし、インターネット上で物議を醸すこととなった。この騒動の責任を取る形で、同年4月27日に、天元突破グレンラガンのアニメーションプロデューサーを降板し、同時にガイナックス取締役を辞任すると表明した。 この件について赤井は企画準備期間から数えて5年以上関わった作品の役職をこのような形で実することは団長の思いだが今回の処置をもって私たちが視聴者の皆様を大切に考えていることがわずかでも伝われば幸いですとしているその後表だった活動は見られなかったが2010年頃から郷土である鳥取県米子市から 文化発信する企画、米子映画事変、自主映画、ネギマン製作等で活動中。2012年には、J リーグがイナーレ鳥取のマスコットキャラ、京商戦士がイナマンのデザインを担当した。2015年には、鳥取県出身の森山和康の漫画を原作と、するアニメ、子供刑事メメタンの総監督を務める。2014年5月、距離の鳥取県米子市に、 ヨナゴガイナックス株式会社を設立し、代表取締役に就任。その後、東京から拠点を移して、2017年頃から同社での活動を本格化した。2019年からは、ショートアニメシリーズ、ガイナ玉ガ」を制作している。妻は漫画家の樋口きみ子。ありがとうございます。